皆さん、こんにちは。淡井菜々美です。前回の寸読バーナー消化のね、解消の企画から、早2週間経ちまして、今回もやっていきたいと思います。寸読バーナー解消第6弾、やっていきたいと思います。はい。で、ですね、まあ、お目汚しかもしれないんですけど、ちょっと今、本棚の積読本の読んでない本が整理中で、ちょっと画面侵入というか戦略されてるんですけど、まあ、それはちょっと置いといて、今回も前回選んだ3冊の解消本の方と、あと新しく今回解消する予定の本たちをご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい。ということで、前回のですね、積読本が解消したのがこちらになりますね。荒地の家族、明智教介の奔走、ABC 殺人事件の3冊になっていました。では早速1冊目から順番にご紹介していきたいと思います。はい。じゃあ1冊目がこちらですね。荒地の家族、佐藤敦史さんの新潮社さんから出ている作品になります。こちらの作品は第168回の芥川賞を受賞されている作品になります。で、こちらの作家さんは宮城県の、まあ、書店さんで書店員をされている方が、書かれた本になります。で、読んだ感想としてはめちゃくちゃ純文学でした。なんか似た作品他に寄刊されてるので何かあるかなっていうのを探してみると、石沢麻衣さんの会に続く場所にてという講談社さんから出ている作品があるんですが、そちらの作品とちょっと作風は近い感じがしました。なんて言うんだろう、どこか抽象的ででもどこか分かるところがあってみたいな、震災を当時現地で経験していない人にも分かるように綴られた作品だったなと思います。で、まあ、薄さはそんなにはなかったんですけど、なんかちょっと表現がやっぱ混んでる、手が混んでいたので、ちょっと解読というかその意味をちゃんと解釈できるようになるまではちょっと時間がかかった作品でした。こちら純文学が好きな方には本当にとても面白い作品だと思うので、ぜひ皆さん読んでみてほしいなと思う作品でした。はい、では続きまして2冊目ご紹介していきたいと思います。2冊目がこちらです。明智教介の奔走、今村正弘さんの東京創芸社さんから出ている本になります。こちらの方、皆さん表紙を見ても分かる通り、まさかのサイン本でございます。っていうのもね、こちらの今村正弘さんのこちらの方が発売されるっていう時にサイン会とか、あとはネットで抽選販売みたいな、先着順とかみたいな感じで、まあ買えるとか機会があったんですけど、まあことごとく全て破れ。まさか、京都の桂川の方にですね、行く機会がありまして、そちらの方の書店さんでまさか売ってて、そこで、もうね、我先にとってわけじゃないんですけど、手に取って。購入させていただきました。しかも初版本のサイン本なのでめちゃくちゃ嬉しいです。はい、という自慢はさて置いといて、まあ、今回こちらのお話はこちらの前に出ている作品のシリンソーの殺人という話の、まあ、ちょっとした番外編みたいな作品になっています。今回の主人公である明智さんが、まあ、その主人公の殺人に至る前にどういう問題を解決したのかっていうのをスピンオフみたいな感じで書いた作品になります。全5作品入っていて、日常系ミステリーみたいな感じになりますね。まあ人は基本的に大丈夫です。死んだりとか人はしていないので、まあちょっとそういうグロいのが苦手だなっていう方にもちょっともしかしたら楽しめると思うので、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。こちらは短編なので、まあ区切りながら読んでも、全部独立してるので区切りながら読んでも全然楽しめる作品かなと思います。はい、ではラスト1冊が紹介します。ラスト1冊がこちらです。 ABC 殺人事件、こちらアンソロジーになっています。でこちらの作品はですね、豪華な作家さん5名ですね。アリスカワアリスさん、オンダリクさん、加納智子さん、ぬくい徳郎さん、塗り月凛太郎さんの計5名の夜アンソロジーで、めちゃくちゃ豪華な作家さんが5人揃って
書かれた作品になります。皆さん多分読書されている方なら一度は耳にしたことがあるアガサ・クリスティの ABC 殺人事件っていう作品があると思うんですが、まあそちらのオマージュってわけじゃないんですけど、まあそれをモチーフにして、書かれた作品になっております。で、まあ面白いのが、まあ、ABC 殺人事件にそっくりなものからそれをちょっと真似てまたは全然違うお話になっていたりとか、結構いろんな ABC 殺人事件っていう作品にまつわる文構成というか作品構成になっているので、もうね飽きずに最後まで楽しむことができました。で、なかなかねこの贅沢な5名の作家さんの作品を一気に読める機会がないと思うので、いろんな作品を堪能するっていうよりは一つのテーマに沿っていろんな作家さんを堪能してその世界観を見極めたいっていう人にはぜひおすすめなので読んでみてほしいなと思います。ただこちらの作品ちょっと昔に刊行されたばかりなので、もしかしたら新本で扱ってるところ少ないかなと思うんですけど、中古本とかでももし手に取れたら皆さん読んでみてほしいなと思います。はい、ということで今回の方ですね、3冊ご紹介させていただきました。まあ、ミステリー半分、3分の2ミステリーなんですけど、まあちょっと堅苦しい作品が今回は多かったかなと思いましたね。まあということで次の読む本を選書してきたので、そちらをご紹介していきたいと思います。その本たちがこちらになります。前回までは2週間で3冊しか読めてないくせに、なぜ調子に乗って7冊持ってきたんだって話をまずさせてください。というのも、まあ、今週から2週間後か、まあ、読み終わった時点で動画を投稿するんですけど、まあ、一応2週間後ってしてるんですが、その間に私お盆休みが実はちょっと早めにありまして、実家に帰るので、まあ、その道中とかのね読む本とかも、まあ、今回入れようかなと思って今回は入れさせていただきました。なので今回7冊になっています。今回の選書の7冊がこちらです。さよなら君のいない海、寂しい時にはペンを持て、煩悩、オランダ靴の秘密、僕は何度でも君に初めての恋をする、青春豚野郎はプチデビルの夢を見ない、ハードボイルドエッグの計7冊になっています。背表紙だけ並べると結構なんかおしゃれな本たちが並んでるかなと思います。で、多分ねこの中有名な作品が結構多いと思うので、もう読まれた方もいると思うんですが、まだね読んでない作品あったらぜひ皆さんこの機会に読んでみなさいかということでご紹介させていただきました。今回の期限も前回今までと同じく2週間後の8月16日までに動画を投稿したいと思いますので、それまで今しばらくお待ちください。今回も積読本をたくさん食べ込んでいる青井ななみがお送りしました。それではまたどこかの世界線でお会いしましょう。バイバーイ。